では好きな色柄の折り紙を1枚用意して色柄を下にします。で半分に折ります。では今度は3分の1折ります。この時にだいたいこことここの幅が合ってれば OK です。でしっかり折ります。で開きまして、この下の縁をこの折り筋に合わせて折ります。ではこのまま開いて、ちょっとこういう感じでこういう風に裏返します。そしたら下の折り筋がこのように山折りになってると思うので、ここをしっかり折ります。はい。でここ上から2番目の折り筋をで折ります。こういう感じで折ります。そしたらこういう風な折り目になります。はい。では裏返してこちら縦向きにします。でまた同じように三つ折りにするんですけど、こことここの幅がまた合っていれば OK です。そしたら今度はこちらを折るんですけど、今度は折った時にここがだいたい1センチぐらい開けて折ります。はい。ではここを一回開いて、このままこの部分をめくってもらって、これをこの部分をこのように挟み込みます。はい。たらしっかり挟み込めました。では今度はここの縁とここの縁を合わせるように折ります。こちらも同じように折ります。そしたらだいたい6ミリが7ミリぐらい余ってると思うので確認してください。では次こちら、こちらもこの縁とここの縁、この縁を合わせるように折ります。そしたらこちら側もここと同じ大きさぐらいで折ります。ではこの角をこのように折って少し丸みをつけます。で上もちょっとね軽く折ります。でこの角をまた少しずつこのように折っていきます。ここはちょっと斜めの方がいいです。こういう風に。でここの角も少しずつ折ります。もうこちらでもう卵型に見えると思います。で裏返すとこういう感じになります。でここがポケットになってます。で気になる人はここのり付けしてください。はい。ではこんな感じでいろんな柄などで折ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。